185系が、常磐線で団体臨時列車として運転されました。JR 東日本は、今日16日、185系録音専用列車で行く、常磐快速線と松戸車両センターを開催しました。185系は、国鉄時代の1981年3月にデビューした車両です。1982年までに合計227両が製造されました。現在では JR 東日本最後の国鉄型特急車両となっています。東海道線を走る特急踊り子や湘南ライナーなどとして活躍してきましたが、2021年3月のダイヤ改正で定期運行を終えました。現在は主に団体臨時列車として運行を続けています。今日16日は、アビコ運輸区主催の、録音専用列車第2弾として、常磐線内で運転されました。ツアーは、かつては、特急踊り子号として定期運用で乗り入れていた、アビコ駅から始まりました。アビコ駅発車後、常磐線を南下して、上野駅では、高架ホームである12番線に入線しました。上野駅にて折り返して、取手駅を経由した後に松戸車両センターに入庫します。松戸車両センターでは、機器動作音の録音や外観撮影の時間が設けられ、その後松戸駅まで走りました。これで、4月16日の KAB ニュースを終わります。